なぜ俺たちを狙う？おめえらも遺体を集めてるのか？知らねえってのは滑稽だね。あのお方がおめえを狙う理由だと？そいつは言うまでもねえことだぜ。待ちやがれ！あわよ、丈太郎、丈さん。この島の美女によろしくな。会えなくて本当に残念だぜ。シュトロハイムと同じように消えやがった。ジョジョ、どうした？お前たち、やはり敵か？落ち着いて。違うぜ、シーザー。そうじゃねえ。なんて言えばいいんだ。説明するのめんどくせえぜ。この連中は客だよ。久しぶりに会ったんで、うっかり忘れてたが、俺の知り合いだ。知り合いだって？おい、ジョジョ。お前、何かごまかそうとしてないか？この島は人の住むようなところではないらしい。面白そうな闘技場のようではあるが。誰？何？隣の島だったか。エイジャの石跡を持つ女がいるという島は俺一人か。カーズたちはまだ石跡がこの地にあることを突き止めておらぬようだ。なんて名前だったっけ？てめえ、もうリサリサのことを突き止めて追ってきたのか？エシリシ！名前が難しいんだよね。ほう、そうか。お前も今着いたところか。ワムーエオ。エシリシ様。オーノー！オーノー！こいつはヤバいぜ。ワムーまで来やがった。柱の男が同時に二人。オーノー！エシリシだけじゃなくてワムーも。口に出していいんだよ。恐れながらカーズ様、すでにご到着なさっています。なんと。おお、カーズ、お前も来たか。でも格好がやばいんだけど、こうやってみると。は、柱の男が一度に三人だと。こいつはやばい。冗談じゃねえ。格好よ。ちょっとごめん、一旦止めるね。よいしょ。もう訪れしちゃうんだよね、止まると。オーマイガー。カーズまでやってきよった。どういうことじゃ。わしの知る過去とは違っておるのか。ね、ほんとね。カーズ、歴史が変わりまくっている。カーズ、石跡はここではない、隣の島だ。うん、そのようだな。ではそこのゴミを始末してから乗り込むとしよう。カーズ様、エシリシ様、あのジョジョという男と私はローマで決闘の約束をしました。ぜひ戦いの許可を。待て、ワム。あの男、それなりの波紋使いに成長したようだ。まずは俺が遊ぶ。はっ。ならぬ。二人とも、我々の目的はあくまでエイジャの石跡を手に入れるということを忘れるな。
奴らの処理など吸血鬼どもに任せればよい。な、吸血鬼だと？ちょうどいいぜ。ここでの修行の成果を試すチャンス。吸血鬼ごとき、ひとまとめにして倒してくれる。ジョセフ・ジョースター。チキショー、やってやるぜ、てめえら。胸口を叩くな。呼吸を整えろ。オープンだけ。そいつらを始末しろ。吸血鬼を当てようぜ。ジェルエクス・リバックス。修行の成果を実感できる。俺たちの波紋は強くなってる。ね、なんかスタンドナイト物足りんね。遠距離があるのはいいけど。うん。一月前までは確かに半人前の波紋使いどもだった。よもや吸血鬼どもの群れを数分足らずで片付けるまでに成長するとは。にやり。にやり。ワム。失笑でした、カーズ様。いいだろう、ワム。は。許す。いや。ああ。かしこまりました。エシディシ、お前も一緒に戦え。そう来なくてはな。ジョジョ、そしてシーザーよ、認めよう。お前たちは強者だと。け、今ここでやるってんなら相手になるぜ。シーザー、行くぜ。ああ、俺たちに賞賛あり。このアムーに殺される資格はある。ひよっこども、楽しませてもらうぞ。オープンだけ。じゃないか。
石弟子は熱を使うのか。どうしよう。もっと抵抗してみせる。手を貸せ。御意。ボールは使わん。引っかかったな。かかるよ。エシディシ様が皆さん、邪魔まだやれるぜ。悪用ね。よし、取って。あ、もう一人頑張れ。邪魔確かな成長の手応えを感じる。帽子使いや通用するぞ。俺たちの波紋が奴らに。俺とワムーが二人がかりで攻めきれんとは。そこまで。エシディシ、ワムー、戦いを楽しみすぎるのはお前たちの悪い癖よ。はエイジャの石跡を目前にして、これ以上の時間をかけてはおれん。波紋使いども、ここからはこのカーズが相手をしてやろう。今度はカーズかよ。願ってもないこと。行くぞジョジョ、肩をつける。ちょっと気合入りすぎじゃねえか。カーズ、セペリ一族の誇りにかけてお前を倒す。セペリ一族だと知らんな。オープンだけ。こっちシーザーの、シーザーもうあんな人だよ。勝てばよかろう。勝てばよかろうなのだ。シャボンカッター。
って待って、早く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 、人が変わったみてえに。この人が変わったみたいにっていうのはなんかフラグだったりするんかな。闇落ちしちゃうシーザー。これほどまでに成長しおったとは。いかん、柱の男たちと戦ったわしにはわかる。この二人ほんのわずかだが波紋の練度がまだ足りておらん。うん、リサリサ先生、不穏な気配を感じてきてみれば、こんな夜中にマナー知らずの訪問者のようね。ほうほう、これで波紋戦士どもが揃ったというわけか。カズ、ワムーよ、もう一暴れといくか。是非もなし。シーザー、ジョジョ、ここで迎え撃ちます。はい先生。まずい、さっきまでは奴らも小手調べじゃった。だがもし本気の戦いとなったら、このまま柱の男どもと総力戦になっては負ける。やべえぜ、リサリサは平気なふりをしてるが、まだ回復してねえみてえだ。今ここで乱戦になるのはやばいぜ。リサリサのことシーザーは気づいてねえのか。待て、カーズ、ここで戦って仮にお前らが勝ったとしても絶対に石石は手に入らんぞ。なんだと。この老人、なぜ石石のことを知っている。わしらが石石を何の策もなく放置するほどの間抜けだと思うのか。石石は特殊な金庫に隠されとってな、定時ごとにわしたちの誰かがそこへ通わねば
石石は次元装置で爆破されるようになっとる。おいぼれ、はったりはやめろ。小さな爆破じゃが、石石に傷をつけるには十分。その通り、俺たちが死んだらボムよボム。リサリサ、あんたはまだ異変に巻き込まれて調子が戻っていない。波紋使いの戦いにおいて呼吸の乱れは致命的。客人、お言葉を返すようだが、奴らが揃っている今こそ好機。ここで戦わなくていつ戦うというのだ。行き急いじゃダメよ。シーザー、お前焦ってるな。何を焦っているんだ。落ち着いて考えてみろ。焦ってなどいない。これは決着だ。お、石仮面のために死んだ俺のじいさんとお前の祖父の代からの因縁に決着をつける。俺は奴らをぶっ殺す。決着だと？てめえ、じじいがどうしたって言うんだ。おい待て、ジョセフ・ジョースター、それ以上喋るんじゃない。くだらねえぜ。50年前の死人なんかを持ち出すな、このバカ。なんだと、ジョジョ。会ったこともねえ先祖の因縁なんか。黙ってろ。ジョセフ・ジョースター、お前さん、ちっとばかし人より頭が切れると思っとるだろうがな、わしからすればまだまだひよっこじゃ。なんだとこのジジイ。世の中にはお前の知らんことも多い。それを知る前に軽率に言葉にしては必ず後悔することになるぞ。君も冷静になりたまえ。無茶をすればどんな勝負にも勝てんぞ。これは俺の血統の問題だ。セペリ一族の問題なのです。カズが目の前にいるのに一族の恨みを晴らさないわけにはいかない。君の一族を思う気持ちは尊い。じゃがな、同じように君を思うご家族や仲間のことも忘れんでやってくれ。万一のことがあっては残された者の後悔は深い。君にはそういう覚えはないかね。だからといってこのまま引き返すわけにはいかん。あれ、おかしいの。勘違いじゃったか。わしが聞いた話じゃと、確か33日後にローマで戦う約束だったような、そういう風に聞いたように思うがの。まだ6日も猶予があるのに、なぜそんなに戦いを急ぐ。やはりこの2人の成長の速さにビビってるということになるのかな。そう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 よ。今の戦いで確信したね。あと6日もあれば俺とこのシーザーはお前ら3人まとめて干渉するくらい強くなってみせるぜ。へえ。いいだろう。くだらん挑発だが乗ってやる。我らにとって6日など瞬きにも及ばぬ。そのわずかな時でいかほどのことができるか見せてもらおうではないか。行くぞ、エシディシ、ワム。
おい、おいぼれ。お前も波紋使いか。俺はお前とも戦ってみたくなったぞ。ふんふんふん。お望みとはあらばな。6日後に会おう。冗談じゃない。さっさと行け。お前らの相手なんぞ、二度とごめんじゃ。楽しみにしているぞ。ジョジョ、腕を磨き、さらに強くなれ。このワムーが殺したくてたまらなくなるほどに。ちくしょう、奴ら好き勝手なこと言いやがって。だが、なんとかしのげたぜ。大丈夫か、リサリサ。ええ、ところで、あなたは誰なの？わしか？そうじゃな。何から話をすればいいのか。ま、詳しい話は中でしよう。ジョー太郎！さ、こちらへ。シーザー。ええ、ジョジョも一緒に。カメ？一体？結構中に入ってると思うけど、どんぐらい広いんだろう。やれやれだぜ。共鳴か。近くに聖なる遺体があるようだな。ジョセフ・ジョースター中入っちゃったけど。7部にツェペリが出るぞ。なんじゃ。ああ。あと20人ぐらいは入れそう。うん、ジョー太郎じゃん。おい、ちょっと出してくれ。おい、おめえ、これはどうなってるんだ。亀の中が部屋で何人もいて、わけがわからねえぜ。さあな、俺も詳しいことは知らん。それよりもそこの遺体を取りな。ああ、遺体だと？なんだこの光は。よし、遺体が手に入ったぜ。で、カサカサして妙に軽くて気持ち悪いぜ。大切に扱いな。偉い聖人とやらのミイラだぜ。なんだと？そんなこと言われてもピンとこねえ。そうだ、いいこと思いついたぜ。なんだ？シーザーに見せて嫌がらせしてやるもんね。騒がしい野郎だ。